海賊の三角帽子に秘められた意外な列、海賊の親玉が被っている三角帽子には秘密の地図があるという話はそこそこ知られています。これは宝のありかを示すものと思われがちですが、そうではないという説があります。つまり地図を奪われないよう常に帽子を被っているわけではないというのです。実は親玉の頭にはかつて角があったからなのです。古軍は様々な形の帽子を被っていたり、中にはバンダナを巻いていたりするのに、親玉だけは三角帽子であるのは、そこにバッファローのような角が生えていたからなのです。親玉の多くはもともとは陸に住む貴人族なのですが、角を折られて一族から追放されたものが海に逃れたのだと言われています。折られてもその根元は残っているため、三角帽子をかぶっているのです。海の荒くれ者である海賊の親玉が、まさか陸の海だったとは、ちょっと意外ですよね。